バカばい、もう。あんた殴られてたね。いや、そうやってなして、あんたが悪かった。今、リュウキの母ちゃんからも電話あった。今あんて、え、今日ヒロちゃんがうちに来とったばってん。リュウキと二人で部屋におったら、お兄ちゃんがおらんけんって、お兄ちゃんの部屋に二人で入ってから、なんかいろいろ探したり詮索しとったら、お兄ちゃんが帰ってきてバレてから、ちょっとぶち切れてから、リュウキもヒロちゃんもね、殴られとらすもんねって、大丈夫ねって言わすけん、はぁって。いや、そんな綺麗でいいやん、マジで綺麗でいいやんって。あんたたちが勝手に入るけんと。ほんま、そのがっつり見てないって、ちょろっとの、うわ、あるかなみたいな、あるかなって。エロ本探しとっただろ。じゃ、別にそのエロ本だけじゃない、全部聞きましたね。リュウキの二人で盛り上がって、え、お兄ちゃんの部屋エロ本ないかなって探し行ったんだろうな。別にエロ本だけじゃないから、目的は。勝手入るけんな、人の部屋に。なんだ自業自得。顔は殴られんかっただけまだよかった。いや、だとしても痛いねん、マジで。これ残ってん、絶対。もう明日も。さあ、あんたが悪かった、勝手に入って。リュウキの母ちゃんもごめんねって言われましたけど、いや、もう、それ勝手に入ったヒロちゃんが悪かって。いや、殴る方が悪いよ。いやいや、勝手に入らんなら殴られてなんとだっけ。いや違う、口で言ったらいいや。見られたくないものがあったんじゃないと、そのお兄ちゃんにも。エロ本ぐらいだったらもうお父さんの部屋にあるけん、ほいっぺや探せ。いって見たんでしょ。湿布貼っとき、湿布。チャンネル登録よろしくねー。なんで俺だけこんな走る。